ボートレース下関の日本スポーツエージェントカルカジドットコム杯シリーズ初日メイン競争は第12レースの予選ドリーム戦です対戦メンバー1号艇渡辺由美2号艇上平慎二、3号艇河野智4号艇藤原夏樹、5号艇井上和樹6号艇島川海輝以上6名です123456本番もマイペースに枠なりくなりそうです 人気は高額号艇渡辺由美1コース今日前半、まくり差しで勝ってここは絶好の連勝へ向けて期待集まっておりますそして相手として注目2コース、2号艇は上平慎二センター2人も前半勝利3コース、3号艇河野智前半は三角からのまくり一撃でしたここは3コース定番通りスローとなりそう。 そして四コース前半逃げで勝っている四号艇藤原夏樹門一です。五コースに五号艇井上和樹、大外六コースは六号艇島川海機。さあ地元でのドリーム戦となるのは島川です。第十二レースは予選のドリーム戦。スリット付近、旗の動きほとんどない状況で、枠なり三対三。進入インコースから一番二番三番。四番五番六番,番,番です。 スタートししていきました1号艇の渡辺若干スリット劣勢ですがさなんとか先に回る体勢には持ち込むかあとは3号艇の河野が外そして2号艇の上平さしてさらにおっと5番4番あたりがちょっと持ち合って6番と旋回ですがここは5号艇井上はアクシデントか4号艇藤原も好走ストップスタートは前提正常でした。 四号艇の藤原が妨害失格です。四号艇藤原は妨害失格。はいはい、そして五号艇の井上が転覆失格。四号艇藤原が妨害失格。五号艇井上転覆失格となっています。四艇による競争。二周一マーク一号艇渡辺がトップ。二番手は二号艇の上平で三番手が三号艇河野。一番、二番、三番、二周一マークを先か。最高峰四番手という形で六号艇島川です。 このカードは4号艇藤原が妨害失格5号艇井上が転覆失格という形で2周2マークへ4艇が向かっていきます1号艇渡辺由美トップです2番手2号艇上平慎二3番手は3号艇河野智の1231番2番3番レースはこれより最終周回です4号艇藤原は妨害失格5号艇井上が転覆失格4艇が最終1マークへと向かいます 1>, 1号艇渡辺由美がトップです。最終1マーク2番手は2号艇上平慎二。3番手3号艇河野里市で最後の向こう上面1番2番3番。3連単は1、2、3、7点1倍を示しています。最高峰4番手に6号艇の島川です。4艇が最終ターンマークへで向かいます。 1>, 1号艇渡辺由美トップで最終ターンマークの旋回2番手は2号艇上平慎二3番手が3号艇河野智の1番、2番、3番第12レースのドリーム戦は1着1番、ゴールイン2着は2番、ゴールイン3着、3番、ゴールインそしてラストで6番がゴールイン4番、藤原妨害失格5番、井上は転覆失格となっています。